1分でわかる河本ひろと。河本ひろとは、日本のミュージシャンです。伝説のパンクロックバンド、ザ・ブルーハーツのボーカルで、現在はザ・クロマニオンズとして活躍しています。岡山県に生まれます。大学進学とともに上京し、バンド活動中に真島正俊に出会います。ブルーハーツとしてシングルリンダリンダでメジャーデビュー。人に優しく、情熱のバラなど、シンプルかつ力強いメロディとメッセージ性の強い歌詞の楽曲を発表。ライブではしばしば全裸になるパフォーマンスを披露。名曲夕暮れ。ブルーハーツ解散。以後、この期間までに発表した楽曲を一切演奏していません。マシマを含む新メンバーとザ・ハイローズ結成。日曜日よりの死者、14歳などを作曲します。ハイローズを解散し、ザ・クロマニオンズ結成。河本ひろとは、ロックンロールを体現しながら、現在も精力的に活動しています。